長里祐吉は福岡県出身の元プロ野球選手、野球解説者、加保中学から立教大学へ進み、野球部へ入部。当初は外野手だったが保守難だったため1942年の春季リーグ前に保守へコンバートされた。同年の春季リーグでは打率500で首位打者を獲得した。その後、 社会人野球の競合チームの星の組で、荒巻厚らと共に、都市対抗野球大会でプレーし、第19回都市対抗野球大会では、本類打日本を放ちこの大会チームは、準優勝。エイリーは、くじ賞を受賞した。1948年に阪急ブレーブスに入団。1950年に、宇高勲に引き抜かれ西日本パイレーツへ移籍となる。 西日本が解散し、翌年に西鉄ライオンズへ移籍となり、1955年に引退した。その後、九州朝日放送野球解説者、日韓スポーツ野球評論家として活動していたが、1962年6月27日午前0時50分、福岡市博多区東両町2丁目の国鉄鹿児島本線。 博多竹下間の6号踏切東60メートルの地点で通行中の貨物列車に飛び込み実殺した。当時野球評論を担当していた日刊スポーツの原稿用紙に書かれた遺書には能力もなく忘れられるばかりで浮かび上がるとしてもますます焦って浮かび上がれないなどと書かれていた。ちなみに現役中だった1954年8月9日にも薬物による 自殺未遂を起こしていた。毎41歳ボーツ。死の直前の6月21日には、西鉄 VS 南海のラジオ中継の解説。22日には、ラジオ番組に出演したばかりだったという。KBC 解説者時代のテレビキー局系列におけるプロ野球中継の原稿タイトル。ありがとうございます。